この実況を見るときは部屋を暗くして画面に近づいてみてくれよな。はい、皆さんどうもおはようございます、こんにちは、こんばんは。今回もやってまいりました K の大冒険です。それではね、早速今回もポケモン剣盾やっていきたいかなと思います。まあ前回はですね、なんか珍しいポケモンがいるよということがあったので、ちょっとそちらの方に飛んでいきたいかなと思っております。じゃじゃーんと、多分確かここブラッシータウン、ここだよね、確か多分ここだよね。ここでなんか珍しいポケモンに出会えるよみたいなことを、なんだっけ、ポケモンセンターの方が言ってたので来てみました。どこにいるんだろうか。車輪子乗りながら、多分バイクの音入ったと思うんだけど、一番だと、いや違う、一番道路じゃなくてここにいるって言ってたんだよな。ここのどこにいるんだろうか、どこだろう。車輪子のままお邪魔します。んー、とりあえず手当たり次第見てみっか。ここか、いや、なわけねえか、お家だもん。え、どこだろう、どこじゃーい。こことか言わねえな、違うな、話しかけてみっか。いえ、そういえば、おう、ブラッシュタウンの駅、あ、駅か。ほう、行ってみよう。よいしょ。なんか突っかかったし。無駄に突っかかったし。なんだなんだ？お？鎧島行き列車が、あ、鎧島行き列車が到着いたしました。ほうほう。お、なんかいる。鎧パスをお持ちの方はご乗車願います。あいつだろ、やたらけばい、あいつだろ、こいつだろ。鎧パスはお持ちでしょうか。あは、もちろんしっかり持ってるんだから。スタイルいいから許す。ん、いやーやだろ、なんでこんなところに。あちゃー、また鎧島から乗り継いできちゃったか。へー、なんか頭変だけど、なんだろう。やーかわいいな、君ポケモントレーナーだよね。このままだとヤドンが改札に居座って他のお客さんが困っちゃう。重くてどかせないから捕まえてくれないかな。やーん。やーん。ヤドンを捕まえるために勝負を挑みますか。はい。どや？かわいいな。どやん？どやん？すごい、駅で戦うんだね。大丈夫かな？効果抜群だと死んじゃうよな。まあ、せっかくだし、メタルクローって、様子にしたいけど、倒したのかな？倒したね。やっちゃったね。まあ別にヤドランは使わないからいいでしょう。しゃあない、しゃあない。だって12レベルだったしな。いや！いやじゃないんだよ。ああ、ヤドランまだ居座るのをやめ、諦めてない。やはりヤドランをどうにかするように倒さずに捕まえるしかない。ああ、おう、もう一度話をかける。お、お前じゃない。やん。なるほど、何度でもできんのね。はい、どや。マジかわいいんだが、どうすっかな。弱い攻撃は持ってねえんだよな。毒付けだと死んじゃうしな。よいしょ。捕まるかな、これで。えい。出てきたら殺す。出てきたら殺す。そこにいろ。出てきたら殺す。オッケー。脅迫。もはや脅迫。出てきたら殺すだからね。
ニックネームつけない。ハゲって名前つけたいけどね。まあこういうもんなんかな。ありがとう、おかげさまで、快適なスペースが保たれたよ。はいよ。キャすごい、なんかすごいケバーい。君のヤドン捕まえ、ヤドンの捕まえ方とってもかっこよかったよ。マジで、いや、一度倒して、二度目は何も、特に何もせず、モンスターボール投げただけで、あと、出てこないように、出てきたら殺すって思いっきり、脅迫しまくっただけなんですけれども、それでかっこいいんだ、マジで。お前マジで、男性見る目ないぜ。いい彼氏できないで、それ。もうちょい人を見る目磨いた方がいいぞ。あ、お待たせしてすみません。お客様の鎧パス、確認できました。列車にお乗りください。途中乗り継ぎがあるのでご注意くださいね。はーい。私はこれから鎧島ってところで珍しいポケモンを捕まえたり修行したりするの。また会えたら会おうね。それじゃあバイバーイ。グッバーイ。列車が発車します。ご注意ください。どうぞ閉まりまーす。って感じかな、今の。まあ、イベント踏んだということで、まあ、戻りましょうか。イベント踏んだということで戻りましょうか。ここじゃない。ここだ。まだ世界は広いな。まあ、でも、半分行ったか行ってないかくらいか、まだ。俺のポケモン時期はまだまだ続く。続く。これ分かる人少ねえんだろうな。続くっつって。大木戸博士のね。あれだよ。お邪魔しまーす。飯まだ？あ、あるじゃん。食っていい？ダメ？よいしょっと。お、OK。さっきの俺が弱いと。兄貴がバカにされるって話、どうすればいいかわからないぞ。わからないけど俺は強くなるしかないよな。うん、強くなれ。お前じゃなくてお前のポケモンだけどな。だからあれこれ試す。お前で確かめさせてくれ。いや、お前また負けるぞ。いいのか。ライバルのお前と戦えば何かわかるはず。いや、うん、敗北しか味わわせないぞ。よーし、勝負なんだ。気合チャージするぞ。うん、熱いなぁ、こいつ。何回も俺に負けてんだからね。あいつに負けたくらいでへこんでほしくないけどな。おうおうおうおお。普通の色は青色なんだな。初めて見たわ。初めて見たわ。わざと負けてやってもいいんだけどな。うん、いやでも青色いいなぁ。俺、オレンジ色しかいないんだよなぁ。自慢とかそういうんじゃなくて。毒好き。青色っていいね。かわいい。あの色の、他のポケモンで、あの色のポケモン欲しいな。青色の。俺、青色好きなんだよ。スナヘビ、かわいいな。かわいい。かわいいよ、スナヘビ。スナヘビ、かわいい。ダメ押し。えい。普通にこれ、ストレート勝ちじゃない。レベルアップ、55。ふんふんふん。入れ替えません。もう一段階進化してから挑んできた方がいいんじゃないかな。ダメ押し。えいや。ストレート勝ちだ。すまねえな。金を越せ金。あれまだか。マジで、くじけない心はいいけど、なんで、あれでくじけちゃった。うん。もっと弱いの出てきちゃったよ、じゃん。出てきちゃった、じゃん。ダメ押し。押していくぜ。押せ押せ。男が引いたら負けなんだよ。
OK。 終わりかな。なんかそのあっちゃーみたいな顔、そのあっちゃーみたいな顔、もう当然だからレベルの差があるだろう。こっちたら55だぞ。あっちゃうーん。チームのメンバーも入れ替えて俺の可能性を探ったけど、なんだかしっくりこないぞ。だから俺は弱いのかよ。弱いな。俺は兄貴のこと、かっこいいトレーナーとして憧れている。弱い俺のせいで兄貴がバカにされるのは嫌だ。もっと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 試す。あのポケモンで実験しているようなこと言うんじゃない。俺が強さを発揮できるポケモンたちを探し出すぞ。今のポケモンたちにお前なかなか失礼だぞ。おー、さすがユバーバ、怖えな。いきなり後ろに立ってんじゃねえ。俺の後ろに立つな、撃つぞ。あの子、自分チャレンジャーは自分のため、ポケモンのために戦いな。今さらチャンピオンの強さを証明しても意味ないさ。あんたの腕前を見せてくれたご褒美だよ。勝手に見てんじゃねえよ。ご褒美と言いながらただのカードじゃねえか。俺はいらねえんだ、貴様のカードなんて。さあ次はラテラルジムだろう。ジムチャレンジは楽しみな。お前階段登れんのか、心配だな。肩貸してやろうか。おー、スライドで登っていくじゃねえか。お前びっくりだよ。この頃のおばあちゃんってあのスライドして登るの早いの、もう消えてるぞ。もう視界に映んねえところまで行ったか。あのおばさんマジで超人だな。あんだけのろく歩いてねえなと思ったらいきなりシューンって飛んでたんだろうな。もうバイクびっくりだぜ。まあそんなことはさておき、刺さっていきますか。サクッといきましょうか。ささっと挑んでいくぜ。もうレベルは達してるからな。何が出るんだろう。腕力とかそんなもんかな。石つぶてとか、いやそれはないか。おなんだこれ、ちょっと面白そうじゃないか。はい、ジムミッションの説明をいたします。こちらでは、カップに乗っていただき、障害物を避けながらゴールを目指して進んでください。アトラクションについてマニュアルを読みますね。スティックを右に回すカップは右に曲がり出し、ぐるぐる左に回すとカップは左に曲がります。時計回り、逆時計回りってことだね。壁にぶつかった場合はスティックを激しくぐるぐる回して抜けてください。抜ける、いい感じでぐるぐる回ってゴールを目指すのです。なんかすごいざっくりだな。本当にそれ説明書か、マニュアルか。ではぐるぐる回っていきなされ。おう初見だけどよくわからんけど、おうちょっと回してみる。あー、そういうことなるほどね。あー、めんどくせえ、なかなかめんどくせえ。はい、もうこのまま一枚登れるか、登っていこう。なるほどな。ゴール、そういう感じ。まあ、すごいお顔ですね。スーパーボールか、何が出るんだろう。そいつにスーパーボール使うんかい、お前は。ドゥインドゥイン、毒好き、えいや、いったね。可愛げな声だな。次でゴジラがあれだな、進化でね、レベル上がるね。おー、大きくなったね。
毒づき。ワンタンキルいけるか、ストレート勝ちいけるか。いかねえなあ。もう毒った。おっとっと。ん？なんか当たったか？ダメージ食らった気がしない。なんだったらもうダメージないわ。おお、毒で死にかけじゃないか。キュッキュッ。キュッキュッ。メタルクロー。おっと、当たらない。おお。ここでこんなに苦戦するとは思ってなかったぞ。あ、毒で死んだんじゃね。ま、毒好き、いいね。うん。オッケー、ゴジラがレベルアップ。目が回る、いや、くらむような見事な攻撃だった。なんだほら、3000円、やっせーなー。これ、特に回さなくてもいいんじゃないかって。お、なんだ、なんだ、なんだ、道を間違えたってことか。あ、そういうこと。そういうことね。理解。こういうことか。なかなかめんどくせえな。てーん、てれん。ごつい男の次はなんか、次は結構スタイリッシュだな。でも髪型がめっちゃ小学生。髪型めちゃくちゃ小学生。タモネギさんじゃない？毒好き。ツンツンしていくぜ。チクッとしますよ。あら、チクッとしすぎたね。これで終わりにしてくれ。オッケー、いいから。3000円、まあいいだろう。さあ次はどうなってんだ。一回回さず落ちてみようか。ポンポン。あ、ダメだ、回さなきゃダメだ。めんどくさ、めんどくさ。ピョーン。おー、オッケー。なんだこれ。おー、これはこっこっちに行って、で、このまま、なかなか行けないぞ。どうだった？ん？どうなってんだ？まあ、こっち行ってみようか。よいしょー、なるほど。なるほど、たっ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 たらったー。なるほどね。なかなかめんどっち。わー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 。最後のなんやねん。あれ、お前入り口にいたやつだよな。どうした、瞬間移動か。目の横へこんできてる。あれか、殴られたか、誰かに。おいいのこいつ。うわ、懐かしい、めっちゃ欲しい。サバンクラ、懐かしい。懐かしい、毒好き。めっちゃ欲しい。欲しい。なんでカブトプスとかいないんだろう。いるのかな。サバンクラ欲しい。あ、エビワラ、いんのかな。あれ、いたっけ。サバンクラか、いいなぁ。お、エビワラだ。あ、カエルにしてた。まあ、いや。おー、懐かしい。やば。やべえなぁ。おー、マッハパンチ。やるじゃん。へぇー。懐かしいのが出てきたもんだ。
嬉しかったわ。なんかちょっと嬉しかったわ。ニダキングとか出てきてほしいんだけどな。3168円、なんか細けえな、細けえな。財布の中に入ってる全財産くれたみたいな感じだよね。ゴール、シャギーン、オッケー、ゴーレッツゴー。さてと、お、かわいいじゃん、かわいいかわいい、ジムリーダーかわいい。ようこそジムチャレンジャー、私は斉藤です。斉藤さんかわいい。あなたたちの心、どんな攻撃もさはがないの、騒がないの、ん？騒がないのか、ん？どういうこと？ん？どういうこと？私が試すとしましょう。騒がない？ん？あれ？読み間違いしてる？俺ひらがなで読み間違いしてる？まさか。え？ちょっとよくわからん。ああ、かわいい。スタイルもよし。オッケー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 。いいタイプ、タイプ。いよいよ。投げ方が。女子ソフトボール。さてと、あの反復横跳びしてるやつを倒そうか。続き。えい。おお、ワンタンキルドはいかない。うお、マジか。マジか。おお、ほう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 、どうしようかな。びっくりだな。ドラゴン効くのかな。いや、びっくりびっくり。ワンターンで俺がやられるとはな。竜のハロー、効果うまひとつっぽいな。俺もポケモン変えよう、入れ替える。ゴジラに久々に登場いきますか。ごつい同士。さてと、トロチャージかな、やっぱり。何が上がる、攻撃か、速攻も上がるのか。えい、10万馬力、いかないね。思えながら痛いんじゃない、だよね。おう、グレンダガンが出てきたよ。効果あり。ほうほうほう。波動弾、効果抜群。ほう。抜かれればよかったんだね、じゃあ。えいやー。ポケモンのね、相性もね、しっかりね、学ばないとダメだね。このままいきますか。ネギがないと。眉毛マジで太すぎだろ。波動弾効くかな。えい、普通か。
攻撃力がぐーんと上がったドラゴンテール。見切り、おおマジか、見切られるか。これでどうよ、テールノイズ。おお、レベルアップいいね。いいよ。癒しの波動、なんだそれ。癒しの波動を飛ばして最大 HP の半分、相手の HP を半回復する。ん？相手の HP？ ん？あ、これタックバトルの時か。あー、使えないことはないな。どうしよう、これちょっと使えるな。スピードスターと変えますかね。これはタックバトルで使えるな。1、2のポカン。癒しの波動は使えるな。怪力、懐かしい。あ、これ最後。うるせえな、おい。車がクラクション鳴らしていい時なんて本当に稀なんだからな。人がいたからってプップスップやるって良くないんだからね。これ違反だからね、ぶっちゃけ。邪魔だからと思って普通にプップってやったらそれ訴えたらあれだからね。お金も入ったね、こっち。歩行者優先ですから。世の中歩行者優先ですから。車は身についてる。なんでかって言ったら人の方が歩くのが遅いからだよね。投げ方がめっちゃ軽々しくなってる。うお、すげえ、見た目が違うぞ。ウルトラマンみたい。お顔がちょっとウルトラマンっぽい。いや、ウルトラマン、筋肉マン、ウルトラマンと筋肉マンが合体した感じ。全然食らわない。これ何選んだっけ。同じ拳と拳のぶつかり合いだな。いいな。じゃあこれでいこうかな。どうだ、おお、いかねえか。お、なかなか痛そう。あ、そういう感じなんだ。普通の攻撃でいけるかな。あら、一発かましてよかったな。よくわかんねえや。はい。スケールの位置いったかな。はい、ありがとう。まあ楽しかったよ。ガオー。あなたが率いるポケモンから武芸の魂を感じました。5760円。まあいいでしょう、服一着くらい買えるでしょう。リアルだな。ありがとうございました。なんかもうちょい女の子っぽくしてほしいね。ふう、手合わせしてわかりました。あなたたちとの立ち会いで私思わず心が踊ってしまっていたようです。騒がないのも勝負ではあれあれあれば
もうひらがな読みにく、楽しむのも勝負ですね。うん、まあそう、うんうん、ありがとうございました。格闘バッジをお受け取りください。ありがとう。あ、身長意外と高え。意外と身長高え。レベル40。もう55レベルからまだまだなんだよな。はい。斉藤さんに勝利しました。あざっす。技マシン何でしょうか？リベンジ。リベンジか。まあまあまあいいでしょう。よし。格闘セット。いただきました。はい。というわけでね、じゃあ今回はここら辺で終了していきたいと思います。まあね、順調に、まあ、ジムバッジをゲットできているんじゃないかな。うん。最初の方で結構育てすぎちゃってね。うん。もうレベルオーバーしちゃってるんですけれどもね。まあそんなこんなで、ここら辺で今回は終了していきたいと思います。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。それでは次回もお楽しみにしていてください。じゃあねー。